皆さんこんにちは、ちびありこと七瀬です。ここにねニキビができてしまいました。顎ライン結構ね生理前とかにできやすいんですけど、ニキビができた時皆さんメイクどうしてますか？ニキビができた時に大事なのってやっぱりカバー力、そして肌にとって負担をかけたくないっていうところですね。この2つって相反して見えるじゃないですか。カバー力を重視すると結構ニキビにね負担になってしまったりとかするし、とはいえ肌に優しいものとかばっか使ってると全然カバーしきれなくてちょっと嫌だなっていうことあると思うので、今日はその両方をね叶えるできた時のメイクをやっていこうかなと思います。ニキビにもよっても隠し方が違うんですよね。こういうデコボコのニキビって一番カバーしづらいですよね。あとはここら辺にできているこのニキビ跡とかっていうのもうまくね隠したいと思いますので、そこによってねちょっとやり方違うのでお見せしていきますね。まずニキビができてる時って結構肌が乾燥しやすかったりとかすると思うので、本当にしっかり、化粧する前に潤してあげてください。はい、ちょっと黙りました。そして角質とかがねやっぱりこう何て言うんだろうな、早くこうターンオーバーしてもらうた方がニキビの治りも早くなるので、結構この乳液をね使ってあげて角質を柔らかくしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。一応紹介していかないとね、こうやってねちょっとメイク系慣れてないから。こちらは石器水のやつなんですけれども、ただこれ仕事場にあるから使ってるだけで、普段家ではラロッシュポゼのシリーズの乳液を使っています。ラロッシュポゼおすすめです。ノンコメントなんで。で化粧水もこのスプレータイプが私結構好きなんで、軽く、気持ちねこう手汚れないっていうか気軽にミストみたいにできるから好きなんですよね。はい、スプレーはねユリアージュですね。でやっぱ乳液をこうなじませてあげると肌が柔らかくなるじゃないですか。だからあんまり別にね化粧水とか乳液って肌からね浸透してくるわけではないと思うんですけど、やっぱりないよりはあった方がいいんじゃないかなと思っています。特にニキビの時とかって乾燥大敵なんで。そして、化粧下地なんですけれども、やっぱり肌に優しくてカバー力ある程度ついていて、しっかり紫外線からのね守ってくれるものといえばこちらです。もう結構使ってるんですけど、ラロッシュポゼです。この化粧下地と日焼け止めにもなってますね。こちらの BB クリームを使っていきます。普段はねニキビができてない時とかだともうクッションファンデだけとかが多いですね、私。だけど、やっぱしっかり隠したい撮影の時とか、こういうニキビができちゃうとね隠さなきゃいけないんで、もう本当にねちょっとこういうこのニキビ跡のところとかですね。で日焼け止めもね一応私今日も塗ってるんですけど、塗ってない人はちゃんとここで全部ねやってください。一時期日焼け止めのねここら辺だけ適当に塗ってなかった時とかあって、そうしたらねシミ出るんですよ、すぐ。それぐらいやっぱ日焼け止めって大事だなと思いました。なんでね日焼け止め塗ってない人はしっかりここで日焼け止めをやってください。そして、肌にね負担かけたくないんで、まずこちらのクリオ、これ私最近使ってるクッションファンデのクリオのキルカバー、ファンウェアクッション XB No.3 リネンっていうやつですね。こちらクッションファンデいろいろね使ってるんですけど、やっぱね楽だし肌にそんなに負担ないかなと思います。もうちょっとです。ここはまだ隠れてないですよね。でもこれやるとね結構ね割とワントーン上がる。ほら隠れるんですよ。でマスクしちゃう時とかだったらもうクッションファンデだけでねいいんじゃないかなと思います。これだけでもね割とほら結構肌綺麗になって、ニキビも一応ね隠れるっちゃ隠れるんですよ、クッションファンデだけで。だから下地とクッションファンデだけでもいいんですけど、しっかりカバーしたいなっていう時はこちらです。もうちょっと使い古してるんですけど、雑誌付録にあったカバーマークのクッションファンデです。このねこういうリキッド調の汚いやつなんですけど、これをここのニキビのところにこうやって塗っていきます。でこの何て言うんだろう、こういう結構大きいニキビができた時ってこのデコボコを埋めたいので、だからリキッドでここを埋めてあげるんですよ。なるべくこう平らになるように埋めてあげます。一方このほっぺたのこういうニキビあるじゃないですか。ここのニキビ跡が若干残ってるみたいな、こちらです。こういうスティック状のやつがいいと思います。これは24コスメって読むんですかねのリキッドファンデみたいなやつなんですけど、これコンシーラーみたいな感じなんですよね。だけどこういうのをもうこのままここに描いちゃいます。あとここら辺のねクマ消したい人とかだとこうやってクマにね描くのも、ね、結構おすすめです。ここがねここを隠すだけでも結構肌の顔のトーンとかね変わるんですよね。でやっぱこのニキビ跡ってニキビ跡もちょっとこう凹凸ができちゃうと思うので、よくあるのが、まあ、パウダーファンデをのせちゃう人とかもいると思うんですけど、パウダーファンデだとこうなんだろう厚くなっちゃうし、デコボコが消えないんですよね。デコボコ平らにしなきゃいけないから、まず一回こういうリキッドとかを挟むといいです。で下に、下地とクッションファンデを1回やっていることで肌に対する負担っていうのも少ないんじゃないかなと思います。ただなるべくやっぱねメイクすると息詰まるようなもんなんで、本当にできればねしない方がいいとは思うんですけどね。で直接コンシーラーとかこのリキッドファンデを使ってもいいんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、そうすると落ちにくいんですよね。要はこのクッションファンデとか下地がない分、そのまま直でこうニキビになんだろうかぶせってしまうので、結構化粧落としでも落ちにくいからゴシゴシこすったりしてより肌に負担かかっちゃうかなと思うので、一回下地クッション、そしてリキッドそうですねリキッドファンデを入れてあげるって感じですね。でまあこれぐらいでも別に全然いいかなと、ほらだいぶ綺麗になったかなと思うんですけど、ちょっとさらにパウダーファンデで仕上げます。こちら私はVisee使っております。こういうパフ、まあブラシでもいいんですけど、やっぱ皮脂がこうちょっと気になっちゃうから、そういうところはねクッション使った方がいいかなと思うので、じゃあいきますよ。綺麗になるはず。これで最後に仕上げていきます。本当に薄く。でこうやってこうやらないことですね。もう本当に叩く感じで叩いて伸ばすって感じですね。ちょっとこう割と良くなった感じ分かります。はい、こんな感じでですねだいぶ綺麗になりました。で顎下にニキビができてしまった時とかは口元にやっぱりこう目線を持っていくためにリップとちょっと色付きのねグロスとか口紅をつけてあげるといいと思います。これはディオールです。友達から誕生日プレゼントにもらったやつです。なんかディオールってタンプレに、はい、こんな感じで唇の方に目線をなるべく持っていくようにします。であとは同じようにねチークをここら辺に入れてあげることで、ここら辺のニキビ跡よりもチークの方に目線を持ってきてあげることが大事なんじゃないかなと思います。ということで、以上が私の、ニキビができた時の肌になるべく負担をかけずに、そしてカバー力バッチリにしていくための、おすすめコスメ、そしてメイクのやり方になります。ぜひねいいと思った方は他の動画も見てもらうとニキビのその対処法とかもアップしてますので、よかったら今後もねスキンケア系ちょっとパワーアップして出していければと思いますので、応援よろしくお願いいたします。では See you!